ですが、そのエイトの日ということでキャッチフレーズ言っていこうと思います。福井県といえばカニ、恐竜、はい、はい、ということでありがとうございます。こんにちは皆さん、こんばんは、イエイ。ということで今日はね、テロップにも書いてある通り、今、めっちゃ電波悪いな。なんでだろう、電波が悪いです。ごめんなさい。電波頑張って。ということで今日はですね、茨城ツアーの振り返りとお話し会の振り返りもしていこうと思います。はい、では早速、じゃあお話し会の方が先だったので、お話し会の振り返りをしようと思います。まあそうですね、ね、止まりますよね、ほんとすみません。今はまだ多分大丈夫。もう一回、あと5回ぐらいになったら、一旦もう一回やり直します。ちょっと今は待ってください。ということで、お話し会の話に 行きましょう。お話し会ですね、今回ので、2回目でした、お話し会。そう、2回目だったんですけど、まあもう、やっぱり、楽しい。うん。お話し会は、本当にファンの方の、お顔が見れたりとか、そのファンの方個人個人のいろんな思いがありまして、それを私にぶつけてくださって、皆さんもう楽しかった、本当に幸せでしたね、お話し会。そう、来てくださった方、多分今見てくださってる方の中にいると思うんですけど、ありがとうございました。いや、楽しかった。そう、なんか今回は前回お話し会と違って、結構すごいことがよくありましてですね、まあ、それをたくさん紹介していこうと思います。まず、私がお話し会した日、次の日が熊本ツアーだったんですよね。それでなんか結構熊本ツアー行きますとか、その後にある茨城ツアー行きますみたいなのが多くて、あ、嬉しいなと思ったんですけど、まずすごかったのがバイクで向かってるんですよみたいな、熊本に向かってて、え、すごいって言って、今休憩中でって言って、それを、そう、なんかその休憩スポット、その泊まったとこ、今ここなんですみたいな、ちょっとなんていうの、進んだ距離の経過を教えてくださる方がいて、え、すごいと思って、そう、びっくりした。そう、バイクでもう大変そうだった、もう今ここで、今ここ何県で、あと少しなんですとか、え、すごいと思って、そう、それがまずびっくりしたのと、あとは熊本城の前で、そう、ひゆかちゃんってやってくださって、え、すごいと、私熊本行ったことないですし、あと熊本城も見たことがなかったので、そう、見せてくださって、え、すごいってなりましたね。すごい。うん。熊本、本当に、ね、結構私とお話しした方は熊本に行く方が多くて、そうそう、だから今熊本にいますとか、熊本向かってるんですよとか、熊本でこういうの食べましたとか、いや、いいなと思って、熊本素敵なところだなと思って。そうで、やっぱりあとはあれですよ、あれ、そう、舞台のことをたくさん褒めていただいて、今回の話し会はその舞台を見て好きになりましたとか、舞台を見て気になってみたいな、そう、あって、え、嬉しいと思って、舞台の、そう、演技とかをたくさん褒めていただきまして、ひぐちゃん演技よかったよ、初めてだったんだよね、そうだったっすって言って、初めてとは思えないよって言ってくれて、えっ、ー、って言ってて、そう、本当に嬉しかったですね。うん。そう、やっぱりその、うん、そうだね、舞台はたくさんたくさん褒めてくださって、そう、なんかめちゃめちゃ幸せな日だった。もうたくさん褒めてくれて、そうそうそう。そうですね。うん。かな？あとはグッズとかを一緒に飾ってくれたりとか、ネックレスにしてくれたりとか、私のキーホルダーを。嬉しいって。そう。とか、あとケーキを見せつけてきたりとか、私お腹空いてるのに。とか、その自分の趣味を語ってくれたりとか、そう、なんか結構いろいろでしたね。
やっぱり笑顔も褒めてもらいました。ひげちゃん笑顔いいねって、あって、そしたらなんかちょっと面白い方がいて、ひげちゃんずっと笑っててくださいって言われて笑ってますって言って、そうだからずっと笑ってましたね私、面白かったです。そうだからそう楽しかったです、とりあえず本当にもうお話し会はいつしても楽しい本当に、うん、そう私がしたのは29日と30日をはいさせていただいたんですけども、まあ皆さん来てくださった方はありがとうございました、もう嬉しいお言葉ばかりで、うん、そうです。ではお話し会の話はまあそうですね、あとサインそう今回サインもあって、そうもうたくさんサインが当たった方はねたくさん書いたので、ぜひぜひ楽しみにしていてくださいまし、はい、そうそうだよね、もうそっから1週間ほど経っちゃって、あらまなんて早い、あさっつんさんクラッカーかな、ありがとうございます。そう早いね、あっという間、もうなんかえみたいな、1週間も経ってるって感じなんですけども、そうですね、そうだからまた次の機会でね、皆さんぜひぜひまたお話し会来てくださいね、これを見てくださってる方は。はい待ってます。はいということで、次はまあ皆さんお待ちかねの茨城ツアーについて今日ちょっとテンション高いんですけどな、初見さん、あ、え、名探偵マナーさん、クマありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。ごめんなさい今日めっちゃ騒がしいですよね本当に、あクラッカーありがとうございます、ヒデポン、あショウくんもハートありがとうってことでね、そうそうですね、もう茨城はもう皆さん多分言いたいことあると思うんですけど、まあそれは後ほどお話ししようと思います。まずですね、そうあの茨城がですね、私は今回お手伝いメンバーとして出演させていただいたんですけど、まあ、まずなんかリハーサルとかあるじゃないですか、で私その学校があって、そうリハーサルに全然参加できなくって、本当にもうやばい、直前の直前で本当にそう、うんって感じなんですけど、本当にそうぶっちゃけ言っちゃうとめっちゃもう本当に本番大丈夫か自分って思ってたぐらい本当にできなくて、ダンスとかもそうもう本当ってなってて、でも本当にもう死ぬ気で、もあと4日くらいの時にもう死ぬ気で多分プラメを見てくださった方は分かると思うんですけど、本当に毎回茨城ツアーのレッスン頑張りましたとかもうバーッと上げてて、もう本当にそれぐらい頑張ったので、はいそうっていう話ですよね本当に、うん、でそうで私がした曲を説明しますね。では昼公演は、まあ、まず前座をやらせていただいて、あじゃあ前説をレミと一緒にやらせていただいて、そこからまあ皆さんもしかしたら納豆エンジェルのユニットをさせていただいて、そしてそこからコントに入りのアンコール発動行きの君はメロディー夕日を見ているか47の素敵な街へをはいさせていただきまして、そうですね、そうお昼それはで、夜は皆さん配信でも見てくださったかな、そう配信で見てくださる方も直接見てくださった方もいると思うんですけど、夜は前説と前座恋愛禁止条例とあとユニットのナットエンジェルとコントとアンコール発動とショーは終わらないと夕日を見ているかと47の素敵な街へをはいさせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか、どうだったかなどうだったかな、まあ皆さんも多分言いたいことはそうなんか結構あれだと思うんですけど、いかがでしたでしょうか、うんいかがでしたでしょうか、そうはい、よかったですか
確かにいろいろ、あでも結構たくさん褒めていただいて、あ納豆の妖精さんくもありがとうございます。そう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 ですね。でははい、ではね話していこうと思います。あのまずそう、私が一番苦戦したものがありまして、一番苦戦したのはなんとその夜公演の前説である、あ前座である恋愛禁止条例を私は一番苦戦しましたね。本当にもうあれは難しい、もう全然踊れなくて、私直前までもうほんとギリギリまで私はもうずっと練習してました。よしって言って、それで私そのさっきも言ったんですけど、リハーサルに参加できなくて振り入れをしてもらってなかったんですよね。そう、振り入れがなく自分で振り起こししてって感じで、まあ、その3人でレミタンとユッキーナと私で3人でやらせていただいたんですけど、まあ、その3人で合わせる時間ももう 1,2 回ぐらいしかなくって、えみたいな。そうだから本当頑張りました。そうで、なんかそのあそうで、その恋愛禁止条例でその表情とかそういうなんかニュアンス、表情どういう感じで踊ったり歌ったりしたらいいのかなみたいな話をしてて、そのユッキーナがちょっと真顔でもなく笑顔でもなくなんかフッフッみたいな笑いだったらちょっと合うんじゃないかなみたいなこと言われて、いいねって言った矢先に私はもう見ました皆さんめっちゃ笑ってたんですよ、びっくりするぐらい。私そんな笑ったかなと思ったんですけど、もう動画を見たんですよ、私もニコ生の。いや見たらもうでもめっちゃ笑ってるんですよ、本当にびっくりするぐらい笑ってて、あれみたいな、私もちょっとえみたいな、自分でもどういうことみたいになっちゃったんですけども、はい、すごく笑っていましたね。なんかどこを映されても全部笑ってました。なぜ？でも私、いやぶっちゃけ言うとあそこ以外全部私ふってやってた気がするんだけどなーって感じなんですけど、まあ、まあまあまあでも笑顔は別に悪いことじゃないですよね。だからまあ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 って感じなんですけど、はいそうだからちょっとね、楽しく、そうきっと楽しくなっちゃったんですよ、踊ってるとこうやってで、ね、もう自然となっちゃうんですよね。そう自然とね、そうなんか分かります、私結構真顔が苦手で、なんか普通の人の真顔ってじゃないですか。私なんか真顔だと本当に真顔なのかも、あこけしたなってなっちゃうんですよね。そうだから真顔があんまりできなくて、あと真顔だとめっちゃ怖いんです私、めっちゃって感じなので、だから結構私笑ってることが多くて、なんかもうステージに立つと自然ともうニャーってなっちゃうんで、なんかそう石の術がなかなかそういう石ってならないと使えないのでそうだからね笑っちゃうんですよ、はい、だから仕方ない許してくださいって感じで、はい、で皆さんお待ちかねのあの件についていきましょうか。そうですね、あそうですねまずまずね、まあ、ちょっと私はユニットをするということでね、そのユニットはまあ私は知らない、何するんだろう、ワークナットエンジェルです。あっ私最初知らなくて、ナットエンジェルをもう初めて聞いて、えナットエンジェルってどんなんなんだろうと思って、でもまずその YouTube とかで調べてナットエンジェルって、これ見たらなんかみたいな、ちょっとあれみたいな、衣装が結構露出多めですねって思って、あでもなんか衣装はちょっと違うものなのかなとかちょっと思ってて、
あでもすごい、あの茨城だから納豆なんだろうな、まあそこはもう納得納得、なるほど納豆も、よし私も納豆めっちゃ好きなんで、本当に納豆好きなので、このじっちゃんの名にかけて納豆エンジェルやるしかないと思って、まあね、そう納豆エンジェルやりますってなって、で振り入れもして、まあそうですね、それで私そのリハーサルに行けなくて、まあそう、その時に衣装合わせっていうのもあって、この衣装着ますよっていう衣装のサイズとかを合わせる時がありまして、で、なんかレミタンがレミタンがヒューかみたいな LINE が来て、え、どうしたのみたいな言ったら、衣装やばいよって来て、うんうんうんみたいな、何の何の衣装と思って、え、何の衣装がって言ったら、これって言って、なんという、なんと見れない、あらあらあら、なんとすごい露出が多めな、まあ、衣装が送られてきまして、うんみたいな、ちょっと私ちょっと、あれみたいな、え、ガッチでこの衣装なんですかと思って、あ、かなさんかな、くま、ありがとうございます、やったかわいい、え、そう、なんかそうで、なんかちょっと私もあれみたいな、ちょっとあれみたいな、で、ちょっと思ったんです、あ、これはもしかしたらレミタンだけそういうちょっと露出が多めで、まあ、私はまあちょっと、まあ、まだ露出が少ないのかなみたいな感じかなと思ってて、まあそうで、なんかそのまあそうレミタンの衣装しか見てないから、そう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 、私は違うかなと、まあ、私はまあちょっとまだ隠れてる感じかなと思って、まあそうで、私が合わせたのが本番リハーサルかな、リハーサルぐらいで、ちょっと坂川さん衣装合わせるのでって言われて、はいって言って、まあ行くじゃないですか案の定ね、はいってこれも話されてありがとうございますって言ったらまあね、うん、あらやだ、あらあらってちょっとあれみたいなで、来てみてくださいって言われて、あ、来ます来ます、見ます鏡で、わおもうね、うわおって感じじゃないですか、で私もう言っちゃったんですよ、えみたいな、え、これですか、本当にこれなんですよねって言ったら、そうですねって、あ、そうなんですねって、あ、そうなんですねって言って、な、そうなんですかって言って、ちょっとすごいっすねって言って、そしたらまあちょっとまあ衣装さん大変だからって感じで、ちょっと流されちゃって、あーって言ってこうやって入って衣装合わせますからって言って、まあね、私の衣装は結構すごく露出が多めだったのですが、まあこういう斜め、上は斜めで、こっちの肩が出てて、こっちかこっちか、まあこっちだと、で、まあ、お腹は見えてると、で下はまあ短いで、靴下はなんと色が左右違うというなんとも原宿コーデって感じのね衣装だったんですけど、まあそうですね、そう、うん、うん、はいって感じなんですけど、そうで、なんか私はちょっとあらみたいな、あ、本当に私もこのコーデだったんだってなって、頑張りますって言って、でレミに、うん、あれだったねみたいな、ちょっと露出多いんだねって言ったら、だから言ったじゃんって言われて、な、知らない、そんな知らない、私は結構なんかもう勝手に想像して、私は隠れてると思っていたからと思って、あって言って、そうだねって言って、はい、でそれで、まあ、そうですね、まあ納豆エンジェルはもうやりきりましたよ、私はもう、もうその衣装なんて関係ない、でれれてけてけってね、ありましたよ、どうでしたでしょうか、まあ、昼公演はね無事納豆キックも綺麗に決まり、おらーってエイドくんをねやっつけましたが、まあ、コントではねリンリンさん納豆克服させようと思ったんですけど、まあ、負けてしまいまして、まあちょっとリベンジということでね、夜、はい、納豆エンジェルしますということでね、はい、
まあ私は弱いので納豆キックが意外に。納豆キック弱いので私全然効かなくて、レミたんもちょっと納豆パンチがあまり効かなかったと。で残すはねランディさん、とどめお願いしますということでね、ランディさんがね納豆キース、まあそれがちょっとね結構効きすぎたのかな、エイズ君にちょっと効きすぎたのかわからないんですけど、まあ結構いろんなハプニングがあったということでね。まあ、でもエイト君生きてるので別にあれは幻覚だったと思ってください。はい、エイト君生きてます、存在してますからね皆さん、エイト君はいますから。はい、そう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 、エイト君はいますからね。とどめがね結構ちょっときつすぎてエイト君も転んじゃったんですけど、まずでエイト君は存在するので、中の人とかいませんから。はい、そう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 、ハプニング、ワオ。でもね、そう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 、幻、そう幻ですから皆さん、幻です、あれは見なかったことにしてください。そう、皆さん何も見ておりません。エイト君倒れて、あかわいそうってなってね、まあ、エイト君退散したと。はい、ですからね皆さん。はい、そうで、その後にコントがありまして、まあ、その時のコントはですね、まあそのなんかそう、リンリンさんの娘さんが未来から来てくださって、ベロンさんが来てくださって、謎に私に攻撃されたと、うんうん、謎に私になんかボールが来て、んな何これってなったら魅力度ランキング福井は何位だったって、うわ44位ですということでね、皆さんそんなわけないじゃないですか、福井が44位なわけないじゃないですか。福井ももっと10位、実はね、だって聞いてください皆さん、福井幸福度ナンバーワンなんですよ、4年連続なのに魅力度44位、んみたいな、あれってちょっと皆さん低いとか言わないでくださいよ、皆さんの、じゃあ皆さんは何位なんですか、そうなのまあまあまあ、でも44位でもね、まあ来年こそは上位ですからね、ほんと、うん、まあね、そうです、そうです、そうそうそう、うん、はいはい、まあいい国なので、そういい国、いい県なので、はい、いいですね皆さん、うん、上位ですって、上位いいっすね、羨ましいですよ、ほんとね、うん、まあそんなもんですよ。でもでも、まあ、でもどうも、いやこれはもう1位だって、1位だって、福井1位だということでね、はいなのでね、まあ今回44位だったんですけど、次はね1位を目指して頑張るのでお願いします、はいって感じですね。はい、で私が一番ちょっと今回話したかったことがありまして、なんと私髪型を初めてイメチェンしまして、今回の茨城県ツアーで、そう今回初めてヘアアレンジをしまして、まず昼公演はそう巻いたの、今回昼と夜どちらも巻きまして、今は全然巻いてないんですけど、もうそう巻きました、初めて。そうで昼公演は編み込みだったかな、巻いて編み込み、両方巻き編み込みで、夜はあねじりみたいな、こんな感じの、その錬金、恋愛禁止条例をして、ちょっとかっこいい曲じゃないですか、ちょっとかっこよくしようって感じで、ここをねじり上げたっていう、ちょっとかっこよめのやつをさせていただきまして、もうそう気に入りました。レミタンにめっちゃ 大好評で、えひゆかめっちゃ巻くの可愛いじゃんって言われて、えほんとって言って、でレミタンもねめっちゃ可愛かった、巻いててハーフツインしてました、可愛い、そうなのでレミタンに褒めてもらえたので、これから巻こうと思います
でも自分で負けないんです私、不器用なもので。なのでああいうツアーの時とかにメイクさんにお願いしますって言って巻いてもらおうと思います。はい。で、まあ、そうですね、そっからまあ私はアンコール発動とそのアンコールの曲をやらせていただきまして、そうですね、めちゃめちゃ楽しかった。本当になんか私アンコール発動の時の感想にも言ったんですけど、あれですあれです、そうツアー、そう全国ツアーが初めてでして、今回茨城公演で初めてでございまして、まあもうなんか本当ツアーって素敵だなと思って、例えば私茨城に行ったことがなかったんですよ。そう初めて今回のツアーで茨城にお邪魔させていただいて、まあなんか本当にチームメイトって素敵だなと思って、なんかなんて言うんだろう、47都道府県回れるじゃないですか。だから私が知らなかった県までどんどんなんか魅力を知れる、本当素敵な県、まあ、ちょっと素敵な県ですし素敵なチームだなと思いました本当に。そうあとサービスエリアでゆずアイスを食べました美味しかった、初めてゆずアイスを食べました。私ゆずとかそんな食べなくてあんまり好きなイメージなかったんですけど、ゆずアイス食べたらめっちゃ美味しかったっすなのでぜひ皆さんゆずアイスを見つけたら、あひゆかちゃんもこれ食べたんだ買ってみようって、ぜひ食べてみてください、美味しかったです。そうで、そうだからツアー本当になんか楽しかったです本当。うん、もっと回りたい。でも次が神奈川ファイナルですよね。まあそれも私参加するので楽しもうと思います。もう本当よかった、茨城ツアーは。私はお手伝いだったんですけど、先輩方はそう本当かっこよかったね。もう茨城ツアー私ずっと袖からもう先輩方を見ていて、こうやってひょっこり話してたんですけど、もうめちゃめちゃかっこよくて、もうなんかダンスパート、ダンス曲っていうのかなが多くてめっちゃかっこよかった。どうしようってなりました。もう私って言ってやるんですかみたいな、そう思い出すだけでちょっとニヤニヤしちゃうんですけどめっちゃ良かったです本当に。茨城ツアー配信とか直接生で見た方もいると思うんですけど、もう良かったですよね本当に。うん、本当に良かった。そうだ、あと私ランディさんのパフォーマンスがすごく好きで、ナットエンジェルも一緒にさせていただいたんですけど、めちゃめちゃキレキレでもうかっこいい、本当にもうズバ抜けてダンスがキレッキレでしたね本当。かっこよかった、もう皆さんかっこいい。でももう本当に皆さんキラキラしていて、うんうん、よかったです。リンリーさんも本当に優しくて、私そう終わった後にリンリーさんにお写真いいですかって言ったら、トロトロって、え絶対一番今回その主役で一番考えてて周りのことをね、たくさん疲れてると思うのにトロトロって言ってくださって、もうなんて素敵な方なんだろうと思って、お願いしますって言って写真2枚撮らせていただいて、そう2枚、そう2枚だね、2枚も貴重なお写真を撮らせていただいて、そしたらその写真を撮り終わった後に私がありがとうございました、すいませんって言ったら、コント面白かったよって言ってくださったんです。私もうってなってもうありがとうございますって言って、そうなんかもう本当になんかそういうところまでニーニーさんを見てくださってるんだと思って、もなんか泣きそうになりました本当に。いやありがとうございますって言ってね、どうします、こんな憧れの先輩から褒めてもらえて、私はなんて幸せなんだろうと思いました。うん、優しい、そうコントのこと褒めていただいたんです私、コントめっちゃ面白かったよって言ってくださって、もう本当になんか今回さですよね、うん、今回茨城ツアー絶対主役で、もう絶対疲れてると思うし、本当いろいろ考えてやっと終わったと思ってると思うのに、やっぱりそのメンバーのこととかいろいろ見ててたくさん言ってくださって、で私だけじゃなくて他のメンバーの方にも、うん、よかったよとかありがとうとかもう全部言っていて、本当に素敵な方だなって、もう本当に憧れます本当に。なんかアイドルとしても人間
生としてもなんか本当にいろんな意味ですごい大人な方だし素敵だなって思いました。私もね、気配りができる周りを 見れる人になりたいなって思いました。リンリンさんを見てありがとうございます。リンリンさん楽しかったです。茨城はいって感じです。うん、皆さん、じゃあ皆さんの意見を聞きながら、今何分だろうか、今7時になったかな、今から皆さんの意見を聞きつつちょっと話し、そうゲームって言っても私一人でやるゲームなんですけど、本当にね、ええみたいな、ひゆかちゃん何言ってるのみたいな、え、な、何言ってるの、ひゆかちゃん大丈夫大丈夫って思ったと思うんですけど、私も大丈夫かなって思ってます。そう、昨日提案しまして、昨日なんかその暇っていうか、まあ、時間がありまして、絵だけに絵ってちょっと待ってください、聞いてください。そうなんか昨日なんか暇だなと、時間があるしな、何をしようかなと思って、まあ、絵を描こうと思って、私結構なんかちょっとショションみたいな、なんかてちゃんみたいな、ちょっと雑めな絵が好きで、私こうやって目を開けながら描くとちょっとやっぱり可愛くしたい欲が出ちゃって、ちょっとなんか、あ、思ってたのと違うなみたいなことを描いてしまうんです。私はそうだから、ちょっと一旦私は目をつぶって描いたらどうなるのだろうと思って描いてみたら、なかなか面白かったので、今回はそれをしようと思います。なので皆さん描いてほしいものを言ってください。私は目をつぶりながら描こうと思うので、皆さん何を描いてほしいでしょうか、目をつぶりながら。そんなことしてどうするんだと思いましたよね。私も思ってます。お願いします。目をつむりながら描くよ。描くよです。ではまず何を描いてほしいでしょうか、目をつぶりながら描かせていただくので、まあまずはちょっと簡単なものからね描いていこうと思います。イラスト何がいいかな、エイトくん、なるほど、エイトくん描けるかな。じゃあエイトくんを目をつむりながら、ちょっとむずいな、じゃ頑張りますね、いきます、よーい、ピッ、おおおおおおできました、いきます、せーの、じゃじゃん。まあでも目をつぶってる割にはなかなか可愛いのではないでしょうか、いい感じじゃないですか。顔どこ行ってるんだよ、ちょっとこっち向いてますけどね、どう、いい感じじゃないですか。エイタくんです。では次何がいいでしょうか、じゃあこれ書いておきますね、エイトくん、エイトくん、お次何がいいかな、あ、カニ、カニいいね、カニ、カニいきましょう、よし、ではカニいきます、よーい、ピッ、やばいかもしれません、皆さん大丈夫そうって感じなんですけど、いいですか皆さん、これちょっとやばいかもしれません、いいですか、せーの、あら見てんの、大丈夫そうですかね、大丈夫そうですかこれ、えみたいな、うん、あ、足がちょっと体に入り込んじゃってて、まあでもね、カニってまあちょ見ればまあ分かるっちゃ分かるからギリセーフなんでね、はい、ということで、はい、では次のお題に行こうと思います。何にしようかな、まあでもね、今のところ順調じゃないですか、順調です、何がいいかな、
あ、レミタンの似顔絵、なるほどね。レミタン描けるかな。レミタンどんなんだろう。よしよしよし、じゃあいきます。よーい、ピッ。できたんですけど、これレミタンに見せられない絵になってしまいましたね。私なんか私あのなんか謎になんかこっちに向かせちゃうっていうなんか謎にありますね。今描いた絵が全部こっち向いてるんですけど、なんででしょうか。いいですか皆さん、ちょっとこれ怒らないでくださいね皆さん。いいですか、いきます、せーの。はい、これです、レミタンです。はい、これ特徴としてはこちらこちら怒られます、これ本当に、ほんと怒られちゃう。ごめんなさいレミタン、ごめんなさい。はい、こちら特徴としてはですね、いや、まずポニーテールをしております。はい、そしてですね、今目がレミタンっぽくできました。はい、レミタン怒らないでね。はい、ということでね、レミタンですね。レミタンちょっとこれじわっちゃいますね。はい、ということで次行きましょう。次は何がいいでしょうか。次は何を描こうかしら。レミタン、これはちょっとまあ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 、まあ、怒られてしまうけども、スクショしまくりました。やばいやばいやばい、さらされてしまう、やばい。あ、自画像、あ、次は私を描けと。なるほど、じゃあ自画像でいこうと思います。私はちょっとまあ上手いと思います、自分では。よい、ピッ。おお早い、これめっちゃ早くできたんですけど、めっちゃブサイクなんですけど、見ていいですか。でも似てる結構。でも目か鼻か分からないんですけど、いいですか。せーの、ドン。はい、これです。あの、一応言いますと、目はこれなんですけど、あ、テロップ変えときますね、今皆さんに見せてる間に。テロップを、あ、でもまあ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 、こけし感は出てるかなって感じですね。まあまあ、でも、まあ、似てるって似てる。これ結構正面向いてますね。まあ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 、いい感じですね。みー、では次は何がいいでしょうか。ユッキーナ描いて、なるほど、ユッキーナね。ユッキーナどんなんだろう。ユッキーナどんな髪型だっけな。ああ、オッケーオッケー、いきます、よーい、ピッ。おっ、ユッキーナめっちゃ可愛い。え、めっちゃユッキーナ可愛いっす。これ一番うまいかも今までで。え、めっちゃこれは見てほしいですね。いきます。あ、電波悪い、これです。見える、ユッキーナです。え、うまくない、結構うまくない、え、うまいですよね。まあまあ、そっくり。あ、電波が悪い、あ、電波が悪い。特徴はですね、髪の毛ちょっと肩ぐらいにしまして、で、あの、髪の毛巻かせていただきまして、で、ここは三つ編みをさせていただいております。そうですね、まあ一番今まででいいんじゃないでしょうか。いい出来ですよ。
いいんじゃない、これはちょっとユッキーナに見せれるよ、ユッキーナと。よし次行きましょう次は何を書こうかしら。このまま福留行こうか。なるほど、じゃあお手伝いメンバーと一部出演のね福留チンを書こうと思います。福留チンはもう想像つきますから私行きますね。よし、どうしよう、よし、よーいピッ。これめっちゃ可愛い福留ちゃんできました。これわかるかな皆さん、これ見せたら分かった方は天才です。いきます、よーい、はい、福留ちゃん福留ちゃんです。これわかりますか、これ福留ちゃんがどうなってるのか。そう、これ実はですね、あの玉ねぎをかぶっているんですよ。玉ねぎをかぶってる福留にしてみました。栗じゃないです、玉ねぎですから皆さん、栗じゃないです玉ねぎです。どう、いい感じ、めっちゃ可愛くできました。これは喜んでもらえるはず後から福留に可愛くできたよって送ります。では次何を書こうかしら。ふん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 、何がいいですかね。じゃあ次は人じゃなくてキャラクターとかそっち系を行こうかな。ありますか何か。何かありますかね。あ、福井県、福井県これ簡単なんじゃないですか。行きますよ福井県。福井県ちょっとどんなんだっけ。あ、行きます行きます。よーいピン。おーおー、まあまあまあできました。せーのじゃん、福井まあ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 福井っちゃ福井、でも福井じゃないって言えば福井じゃない、福井でーすでも目をつぶりながらのクオリティはまあまあうまいんじゃないですか。いい感じ、まあまあまあ福井と。じゃあ次何、唐揚げ、唐揚げ何がいいかな。あ、ケンちゃん、ケンちゃん懐かしい、ケンちゃんいる今、いない、行方不明になってるケンちゃん、どういうこと、脱走した私全然さ、え脱走した、もしかしていないんだが、ケンちゃん説明しよう。ケンちゃんとは私の相棒であるけん玉のケンちゃんである。しかし今脱走中で今いないえ、いつの間に脱走したのケンちゃん。ということでケンちゃんを変えていこうと思います。よーい、ここでいいかな、よし、よーいピッ。おお、え、うまい、うまい、え、これはうまい、いいですか、チョリーン、え、うまくない、けん玉やんこれは、え、めっちゃうまくないですか、ちゃんと顔もつけて、え、めっちゃうま、え、めっ、我ながらめっちゃ上手じゃないですか、びっくりしちゃった、これはうまいですよね、レミさんの下だからやめてよということで次のお題に行きましょう。じゃああと 1,2,3,4,5 あと5個書いたら終わりにしようかなと思います。あと5個、いやちょっと難しめのやつもねぜひぜひ、まあ、私にかかればちょちょいのちょいですからね。あ、ケロケロケロッピー、ケロケロケロッピーじゃあいきましょう。ケロケロケロッピーは私の相棒ですから、いきます、よーいピン。謝らないといけない、相棒
ですか。せーの、じゃん。ケロッピです。ほっぺたどこにある。ほっぺたどこ、下すぎるやん。ほっぺた下がってますやんって感じなんですけども。はい、ケロッピでーす。チョキってチョキって、はあ、まあでもね、ケロッピ僕がついてるからね。はい、大丈夫です。ではお次行きましょう。お次どうしようかな。何書こうかしら。何がいいかな。迷う。難しいな。ちょっと王道のやつきましたね。自転車、自転車行きましょう。じゃあ自転車うち結構うまいです。マジこれ、これ言います。うまいです。これいきます。よーい、ピッ。はい、うまい、できました。秒じゃないですか。秒でこれ、これうまい。いきます、せーの、自転車。うまくないですか。めっちゃうま。我ながら言うのもなんですけど、めっちゃうまくないですか。でもちょっとなんかさくらんぼとかに見えますけど。まあうまいんじゃないですか、我ながら。この速さでこのクオリティはなかなかやるんじゃないですか、私も。ではお次いきましょう。お次何がいいかしら。確かに座る場所ないですけども、まあ自転車に見えるかなって感じで。恐竜が多いな。恐竜はずっと苦手なんですよね。恐竜は見ても描けないっていう苦手分野なんですけど、まあ、見なくても描けるように極めようと思います。いきます、恐竜ね。よーい、ピッ。まあ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 うまいかも。結構いい感じです。いいですか、せーの。あれみたいな、ちょっとトカゲかなって感じなんですけど、どうでしょうか。なかなかよきじゃないですか。なかなかいい感じで、はい、いいんじゃないですか。まあ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 、ですよね。うまいですよね結構。お、よし、いいですね。ガオーということで、あとはあと2個書こうと思います。まあ、最後はちょっと難しめのやつを書こうと思うんですけども、どうしよう、何がいいかな。これいいかも。前髪調子悪い時の比喩か。あ、もう楽勝。そんないつでも調子悪いからな、私本当に。ではね、やっていこう。前髪の調子が悪い私、いきます。よーい、ピッ。できました。おお、めっちゃいい感じに。おお、調子悪めですね。いきます、せーの、こちら。わー、前髪にスパゲッティ乗ってますって感じなんですけど、我ながらちょっとドヤ顔でいい感じじゃないでしょうか。なかなかいいね。いいですねこれは。
いいよ。いや、こりゃいいわ。うん。こりゃ、ね、逆にエモいですね。ああ、いいです。じゃあラストね。ちょっと難しいものいきましょうか。ルーシーやつ。どうしましょうね。なんか、結構難しめな。今日の前髪はめっちゃ調子いいですよね。サラッサラです。何がいいかな。うん、難しいな。何がいいかな。どうしよう。いいん、どれもいいな。あ、おたくろうさんが意外に多いですね。おたくろうさんじゃいきましょうか。最後はおたくろうさんでね、締めようと思いますが、まあ、おたくろうさんちょっとどうなんだったっけな。じゃ、おたくろうさん全身を描こうと思います。目をつぶりながらいきます。よーい、ピッ。おたくろうさんはですね、メガネをかけていたですよね。で、カッターシャツを着ていて、リュックを背負っていて、で、頭になんかつけていて、うわー、お化け。ちょっと待ってください。下半身はいいんですけど、え、ちょっと待って、うんみたいな。え、ちょっとこれはやばいですね。いきますよ。あ、おたくろの説明がないんで、そうだ、おたくろはですね、ゆいゆいさんの親衛隊である、めちゃめちゃオタクな、まあ、新人オタクなんですけど、オタクを頑張っているおたくろくんです。まあ、チャームポイントは伊達メガネと、あの赤い、なんて言うんでしょうか、赤い三角巾のようなものと、そしてなんと言ってもリュックの中に入っているあのチンパンジー、あれがオタクロウくんですかねって感じなんですけども、これはさすがにちょっとオタクロウくんに見えないので、猿を付け足します。あー、これでちょっとマシです。バンダナでした。せーの、ちょっと待ってください。これでオタクロウくんが分かる方いらっしゃるんでしょうか。大丈夫、これオタクロークで分かります皆さん。大丈夫、絶対分からないですよねこれ。オタクロークってみたいな、誰って、目隠しされてるけど大丈夫そうって感じだと思うんですけど、誰ですか。まあ、下半身はちょっといい感じに、まあ、リュックも背負って、まあ、いいんですけど、顔なんか目隠しされてて、これ一応前髪なんですけど、前髪がほっぺたの照れてるやつみたいになっちゃってて、ちょっとリベンジしていいですか。リベンジマッチを最後にちょっとお願いします。いいですか、リベンジ。ちょっとこれ悔いが残っちゃうと思うので、いきます。よい、ピうんうん、終わったと思ったら鼻と口が描いてなくて、まあでもね、さっきよりはマシかなって感じですね。ちょっとか逆に今回は上半身がよきまるちゃんになりましたね。オタクロって感じで、まあいいんじゃないでしょうか。まあ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 、うまいんじゃないですか。いいじゃんって感じで、今回はね、こんだけ、まあ、最後に全部見せようと思います。じゃじゃーん、今日は
まず一つ目、エイト君とカニと、まあ、そしてレミタンですよ。これはレミタンですからね。レミタン、そして私で、ユッキーナ、福留、福井県、ケンちゃん、ケロッピ、自転車、恐竜、そして私の前髪崩れている番、そしてミスったオタクロウくん、そしてこちら本家のオタクロウということで、今日はたくさんこんだけ目をつぶりながら書かせていただきました。いかがでしたでしょうか。またこの写真もあげようと思うので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。お気に入りの子をここから見つけてね。私的に MVP は圧倒的この子ですかね。名前は言わないでおきますけど、この子ですかね。はい、ということでね、さあランキングを読んでいこうと思います。いや今日は良かったね。初めてこんなゲームしましたが楽しい。これ面白いね。またしようと思います。いただきます。13位庄司さん、アットマークエイトモー、ありがとうございます。また見てください。12位かっちゃん、アットマークオートマークということでありがとうございます。また見てください。11位、永遠のひでぽんくん、ひでぽん、アットマークエイトモー、ありがとうございます。また見てください。10位翔くん、アットマーク茨城ツアーで素が増しました、ん木かな、ありがとうございます。また見てください。9位ともおくん、アットマークお話しありがとう徳川しかかたん、ありがとう徳川しかかたん、徳川どうぞ徳川ありがとうございます。また見てください。8位本さん、ありがとうございます。また見てください。7位イトキンさん、ありがとうございます。また見てください。6位マシューさん、アットマークツアー公演お疲れ様です、お疲れ様です。755もありがとう、こちらこそありがとう、また見てね。5位チョコミントさん、アットマークくるくる変わる表情の豊かさが最高の魅力です、ありがとうございます、嬉しいぜ、やった、ありがとうございます、また見てね、ありがとう。4位ミカさん、ひゆかちゃんの絵に全米が泣いた天才ぜひぜひね、これを見て泣いてもらえば嬉しいですありがとうございますまた見てね、ありがとう。3位かなさんかな、名前読めない人多い、待って待って、名前読みたい、え、かなさんじゃないな、何さんだ、名前を教えてほしい、私も覚えたい。あ、徳永レミ来てるじゃん徳永レミ、これはレミだよ、はい、ななさん、ななさん、ななさん、ごめんなさい、ななさん、すいません、ななさん、ゆっきーな、お水きわしのななさん、ありがとうございました、またよろしくお願いします。ななさん、ありがとう。そして2位はよしさん、ありがとうございます、また見てください。そして1位はあっくん、ありがとうございます、また見てね。1位おめでとうございます、ありがとうございます。ということでラッキーカニカニをやっていこうと思います。さあ今日の22位は22位たかさん、ラッキーカニカニおめでとうございます、ありがとう、また見てね。ではもう一人の53位杉さん、アットマークひゆかさん、ラビューということでありがとうございます、ラッキーカニカニおめでとうございます、また見てね、ラビュー、ありがとうございます。ではではスクショタイムに参ろうか。レミタンがいる、見てね、みたん、これは君なんだレミタン怒らないでくれ、これはレミタンなんだ、違うくない、これはレミなんだこれはレミだ、見るんだ、よく見るんだ、ほらレミに見えてきただろう、これはレミタン、そして私はミー、違うずっと否定されてますが、これはレミタンです皆さん。ではスクショタイムに参りましょう。さあ何がいいでしょうか。レミタン許してね、お願いレミタン、レミタンレミタン優しいのでね、許してくれます、もちろん、はい、何がいいかな、あ、電波がめっちゃ悪い、納豆ポーズ、じゃ納豆ポーズいきましょう。ではいきます、
あ、許してあげる、優しいレミタ、ありがとう。じゃあナットポーズを行こうと思います。レミタも見てるので、まあ行きます。てるるてるるる、納豆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 ポーズ。あ、まあ、まず、まずこれ1納豆2納豆3納豆1納豆2納豆3納豆3に合わせて納豆エンジェル。はい、できましたということでね。はい、ではお次行きましょう。はい、お次のスクショ悩み行きましょう。動いたらスクショブレる、すみません。はい、できました。では次、恋愛禁止条例ポーズ。え、あ、じゃあ踊ゆっくり踊るので、皆さんそのいいタイミングでパシャって撮ってください。いきます。じゃあサビにしますね。いいですか。できたでしょうか。ゆっくり踊ってみました。はい、ということで、はい、何がいいかな、もう一個ラスト。何がいいかな。徳川ポーズ。じゃあね、最後徳川ポーズで決めるよ。レミタンいないかもしれないけど、徳川ポーズは川です。では行きます。よーい、ピッ。川動きが川です。川ということで、川でした。徳はあのレミタンが一緒にいないと、まあやっぱりレミタンと私が2人いて徳川なので、レミタンがいないとね、まあ徳は作れないというか、まあ2人一緒に作っていく、それが徳川ですから。あー、今いいこと言っちゃった。これちょ、皆さんこれ言っといてください。レミタンに2人いないとって、ひぐちゃんいいこと言ってたよって、お願いします、お願いします。では今日は5512人の方が見てくださってありがとうございました。またぜひぜひ見に来てください。またこの写真もね、755にあげるのでね、ぜひお気に入りの子を見つけてください。そしてプラメとかツイッターとかいろいろ755もフォローお願いします。待ってます。では、あ、このショールームもね、今見た方はぜひフォローボタンポチッとお願いします。ではありがとうございました。またお元気にしていてください。またねー。